こんにちは週刊中年ジャンプストーンさん今日のメッセージですけどもまああの話すとく途中にね A とかあとかって入れちゃうのはこれはねあ,のある意味仕方がないことなんですよでこれを言わないようにするために小泉慎次郎さんっていうのは A とかうを言わないか代わりにね無言の間っていうのを使ってるんですよねまあそれでもいいかなと思いますしどうしても入るんだったら編集で切っていくとかあと開き直ってね 入るもんだというふうに俺は入るスタイルなんだっていうふうに言っちゃうことも一つの手です。でその中でどれが一番聞いてる人見てる人に届きやすいかってことを選んでいくっていうことですかね。えー、そしてさまざま指摘させてもらいますけどもこれはすぐに治るものではないんですがなるべく早くね私なりに気づいたことをお伝えすることによって一日も早くうーまあ改善と言ったらあれですけどもね うまくいく方向に模索が始められるんじゃないかなと思いますので気づいたことはいろいろ伝えさせてもらいますその上でその通りにやるというよりも自分はどの方法を採用するのかってことを決めていけばいいと思うんですよ先ほど申し上げたようにえー、とかうってのは会話の途中にもう俺は入るもんなんだと編集もしないしもう直すこともしないこのままのこのスタイルで気に入ってくれる人とあの商売をしていくんだっていうのも一つの選択なんですよあくまで私はあ 成功に近い例一般例を申し上げていってこれがねあのストーンさん個人に当てはまるかどうかはこれはね本当にいっぱいやってみないとわからないんでね <laughs> ですんで無料コンテンツのアウトプットをどんどん増やしていきましょうという結論になります、えー、たくさんたくさんやってくださいまだまだ全然足りませんので <laughs>、えー、頑張ってくださいねそれではいってらっしゃい